はい、おはようございます、ブタロウです。本日はですね、高級食材ミル貝です。ミル貝のお刺身の作り方をお伝えしますので、ぜひ動画の最後までご覧ください。はい、こちらがですね、愛知県三河産のミル貝、本ミル貝でございます。 300g ほどはね、ありました。で、ミル貝と呼ばれている貝は、正式名称はミル貝というふうに言われてまして、白ミル貝と言われているね、ミル貝とは全く別の種類の高級食材でございます。ミル貝の名前の由来は、水管の部分に海藻のミル、海に松って書くんですけど、このね、ミルがくっついているのがミルを食べているように見えるので、ミル貝というふうに言われている由来です。旬はね、水温が下がるこれからの時期でございます。白ミル貝は水管はしまえないですけど、本ミル貝はね、この水管はしまえるのがミル貝と白ミル貝の違いでございます。それではね、お刺身用におろしていきたいと思います。まずはね、貝柱がこことここについてますんで、2枚貝なんで、横から見ると見えますよね。貝柱の部分を断ち切ります。ナイフを入れて、この貝柱見えますよね、ここを取ります。で、そのままね、この紐がついてますんで、紐をめくりながら、あとここにあります。やりますね。ここも取ります。そうすると貝が開きます。はい、こことここですね。で、取ります。そしたら同じように、貝柱の部分を取ります、ね。で、ここにもついてますんで、こう取ります。そうするとね、よいしょ。そうするとね、取れます。こんな形。はい、取れましたら、この水管の部分と身の部分を分けます。ここにね、紐がついてます。もう外していきます。こんな感じですね。で、押さえてあげて引っ張るといきます。で、これが貝柱ですね。貝柱と水管と紐に分かれます。で、こちらの貝柱も取って、で、この身の部分は半分に切ります。この身の部分は取ってあげて半分に切ります。で、この綿を取って、はい、そうしましたら、このね、水管の部分を沸騰したお湯の中に入れます。5秒ほど入れましたら、取り上げて冷水に入れます。はい、そうしましたら、この皮をね、剥いていきます。はい、はい、お刺身用のね、盛り付けで殻を使いますんで、殻をね、必ず煮沸してください。そしたらね、水気を切ります。こちらの貝の部分は、軽く塩もみをして、塩を当てて塩もみをして水洗いをします。はい、じゃあね、煮沸した殻に盛り付けをしていきます。お刺身本ミル貝のお刺身の完成。はい、ということでね、今日はミル貝のお刺身の作り方をご紹介しました。めちゃくちゃうまい貝ですから、ぜひやってみてください。ムタロウでした。ナイス。